ら巻き寿司を作ります。じゃあうちの孫だって二人孫大好きですよ。子供ってみんな好きじゃない？最初ですね、寿司飯を作らないといけないので、ご飯が熱々の時に寿司酢を作って混ぜます。熱い時じゃないと染み込まないので、なんかここね、最初ここにあの甘酢っていうの寿司酢が溜まってるので、それが酢までまんべんなく、まあ常温にならないと海苔がしけってしまうので、アボカドを切るんですけれど、アボカドがですね、ここからまっすぐこうで、こっちからこう切って、そうするとね、スーッとこう外れるの。そしたら種を外して皮を除きます。でこのように切ります。でちょっと長く置くときはちょっとレモンかけたりして色が変わってしまうので、青じそは半分に切ってあります。で焼き海苔は半分に切りますね。裏巻きを作るときに大事なのがこのクッキングペーパーなんですけど、海苔は半分に切ってるんですけど、それよりもちょっと大きめに切ってください。でまずこれをのせます。でここにご飯のせますね。海苔は中に入っちゃって見えないので、裏表どちらでも大丈夫だと思います。ここでひっくり返すんですよ。これ裏巻きなので、半分よりもちょっと下、この辺でしょうかね。ここにマヨネーズを塗りますね。はい、ちょっとここはみ出した方が切った時に可愛いので、私はいつもあえて出しています。でこれをですね、こうです。でこれをですね、ここまで来ます。ここまで一回ここでグッといきますね。それでこれグイッていく、それでこうです、こうです。でこういう感じ、こういうふうに全体をまぶします。こういう感じ、で水で濡らして固く絞った布巾を置きます。で1回ごとになるべく拭き取らないと綺麗に切れないんですよね。これがまた、でこういうところがちょっと可愛いんでね、お得感があるところ。この中身はいろいろ変えても大丈夫、このまま食べても美味しいですし、私はわさび醤油で食べるのが好きなんですけどね。